はい、皆さんこんにちは。今日もまたミニでございまして、なんともはや心揺れ動くようなすげえミニが見つかったんで、今日はそれをご紹介させていただこうと思って、ここの新東京テクノの工場までやってきました。今日お世話になるのはこちらにいる、アズマカーズ、どうぞよろしくお願いします。お願いいたします。新東京テクノでメカニックやってます、東川と申します。よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。ということで、はい、このマシンそのものは、はい、東川さんの個人、元はそうですね、はい、私の父親が買ったミニを私は譲り受けて、でしばらくストリートで乗ってた車。やんちゃしてました？やんちゃちょっとしてたかもしれないですまあ走るの好きだったんで、それでこれまあ僕も知ってるんですけど、角のエンジン、ツインカムのエンジンですね。あ、そうですね、ここで、今は1300 1307cc と言って、はい、まあ、本来、1275のブロックなんですけど、それをやっぱ排気量アップしていく方向がチューニングのあれなんですけど、まあ、1460cc とか 1480cc とかに上げちゃうこと可能なんですけど、このエンジンのベースが、昔 JCCA という、はい、クラシックカーレース出てまして、ね、はい、それで排気量の制限があったの でそれが 1310cc 以内という、それのスペアヘッドを使って腰下を組み直した感じなんですよ。なのでヘッドの燃焼容積とかが決まっちゃうんで、排気量を上げられないっていうのが、そういうことですかね。だから1307。これつくばですごいタイムを出されたという話を、はい、そうですね、ドライバー頑張っていただいてということは1秒、一見ミニに見えてミニベースの車体にあるけれど乗ってるけれども、はい、もうエンジンはもうフルチューンの角エンジン、角という角という会社があって、ここでエンジンを、かなりイギリスじゃとっても有名なチューニングメーカーなんですけどね、ここのエンジンが乗ってるそうで、今回はこのミニをじっくりとこれから見せていただこうと思います。はい、ということで、さっきから今日ね、はい、嬉しくてちょろちょろ見ていただいてるんですけどね、はい、ありがとうございます。すごいですね、パッと見たらね、AP レーシングのキャリパーついてるんですよ、ね、はい、そうですね、これって完全レーシング用でしょ、はい、AP レーシングって F1 のブレーキ、ブレーキキャリパーも作っててすごいんですよ。昔ロッキードの来るね、はい、なんかもやってて、ガーリングとかロッキードやってたとこなんですけど、今 AP って言ったらもうレース業界では AP とブランボですか、そうブランボ、ね、あんなもうほとんどですよね、はい、という英国製のスーパーキャリパーがついてますね、はい、そういうこれベンチレーテッドのディスクですよね。線はありますね、これ何インチ、これは267mm、 あ、結構大きいですね、はい、ですね、ですね、これ267mm で、ああ、まあ、F3 のちょっと昔の F3 なんですけど、はいはいはい、それの流用して、はい、じゃあこ のベルハウジンなんかも、まあ、全部自作で、あ、自作で、はい、こちらで作られたんですか。そうですね、ああ、ね、キャリパーブラケット作ったりして、はいはい、で合わせてですね、とサスペンション のダンパー、アップライトのダンパーのところもだいぶ手がかかってますね、はい、そうですね、ダンパーマウントアングル変えたり、アングル変えたりとかあと本来ミニってラバーコーンといって、うん、そのシステムをちょっとバネレート変更がラバーコーンだとどうしても細かくセッティングできないもんで、うん、こういう直巻きのスプリングにするために、はい、このスパックスのショップを使って、うん、コイルダンパーでね、コイルダンパーでやるようにしてますね。これアングルちょっと変えればいろいろセッティングできますもんねと思うんですけどそれさっき言ったキャリパーっていうのはこれが F3、 じゃあ F3 の一応カタログで F3 用っていうのがあって、うん、はい、ね、すごいな、うん、はい、
フロントのこれがこれあの何インチのホイールを使う？ホイール13インチのホイールですね。13インチね、はい、はい、まあ限度なんでしょうね。そうですね、なるほどね。このブレーキを収めるために13インチになっちゃう、どうしてもね、はい、結構大きいもんね。普通車だもんね、もうね、完全な。そうですね、ノーマルのミニから比べると大きいと思います。天一なんか見たらここもおもちゃってちっちゃいですよね。ということはストッピングパワーもしっかりしてると。そうですね、はい、いやいや、だけど、はい、僕らなんかが使ってるミニっていうのはちいちゃなミニ、はい、まさにこの中身のここのところのミニなんですけど、はい、エアロパーツがしっかりついてますね。はい、これもこれは独自の開発のパーツ、そうですね、フロントの、うん、スポイラーに関しては、はい、これですね、ここの正面ですね、はいはい、これはあのイギリスで売ってるもんなんですけど、はいはい、ちょっとこのカウル自体を、うん、カーボンのフルカウルに変えちゃってるもので、純正とどうしても形が違うところがあって、はい、そのままじゃつかなかった、はい、でそれを加工して、つけてます。で、まあ、それに合わせてオーバーフェンダーとかも、うん、は自分で作りました、私が。うまくできてますね。FRP で。それでここはエア抜きがあって。そうですね、エア抜きつけて、DTM の車みたいですね。で、まあお客様の車でこうフロントのエアロとか、うん、リアウィングとかつけたことあるんですけど、うん、どうしてもサイドステップがないとちょっと寂しい感じがしちゃうんですね、うん、ここばっかりこう、そう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 それで今回コンセプトで、うん、もうサイド、スカートというか、うん、それをがっちり出すみたいなのを決めてたんで、アウトレットもあるし、そうですね、なんとなく抜けた方がいいかなみたいな感じだ。もう、あとはもう今の GT カーとかの写真をいっぱい見て、その空力私勉強してこなかったので全然わかんないんで、その見よう見まねっていうか。でもこのツーリンカーのここのステップ部分って結構重要なんですよ、はい、でこれフロアはフロア入ってますよね、ちゃんと。フロアはフラットボトムにしてありますね。だとするとこれ効いてくるんですよね、これが。そうなんですか。あの DTM の車がね、昔こういうのやってて、はい、やっぱりこういうステップをわざわざつけて、はい、それでこのフラット部分をこうつけると、はい、ちょっと立ち上がりもここにあるんで、あ、はい、押すと渦ができて、このところサイドシャットアウトして、あ、なるほど、ね、だから間違った方向では全くない。 ありがとうございます。でもこれを自家製にするのはさすがですね。いやリアサスペンションなんかも基本は一緒で、このコイルダンパーに変えて、そうですね。で、まあサブフレームっていうのはノーマルだとあるんですね。ありますね。それを外せるんですね、コイルダンパーにすれば。あ、そうかそうかそうか。コーン入れないでいい。入れないでいいんで、うん、なので、まあ、軽量化にもなりますし、うん、まあ、ラジアスアームが、まあ、ここのブラケットに、うん、このブラケットでついてる感じなんですよね。綺麗にやってますね。 ありがとうございます、うん、すごいですね。かっこいいディフューザーがついてるんですけど、はい、やっぱりディフューザー結構効きますかね。まあそうですね、うん、仮面の空気を早く流すと上との、うん、差で吸い付くっていうのを聞いたんで、うん、なるべくもう下はもう綺麗に流そうってことを考えてまして、ディフューザー効果をちゃんと作り出そう。でもこれ綺麗にできてますよね、はい、このディフューザー、まあ、真ん中の部分は、はい、エリゼ、ロータスエリゼの4枚バネのディフューザーを使いまして、うんうん、まあ、このサイドは、まあ、自分で作った感じなんですけど。カーボンもご自分で貼ったんですか？そうですね、中にコアマットっていうハニカムみたいになる材料を入れて厚さ出して一応やってます、はいはい、うわすげえ本格的ですね、その辺は、そうするとちょっと補強はそれなりに入ってる？補強は特に入ってないんですよ、うん、まあ軽くしたいっていうのがあったんで、うん、そうですね。で、まあ板金とかを切っちゃうと万が一クラッシュした時に、まあ、すぐそこ燃料タンクがあるので、ね、はい、ちょっと危ないっていうので、
まあ、板金のパネルだけは残して、しっかり残して、はい、あります。ちょっと本来のモノコックはしっかりしますよみたいな感じ。そうそうですね。ロールケージもさっき見せていただいたけど、かなり横バーも入ってしっかり、はいはい、これでもちょっと減らしたんですね。あの重量を軽くしたいのがあって、これはみんなこういうバーやなんかもみんな手作りで、まあ、そうですね、ディフューザーつけるためのこういうのは、うん、まあ、自分で削り出して、はい、でもこういう調整のバーは売ってるものを使ってるんで、そうですね、はい、ここ、あ、そうかそうか、ここもいらないっちゃいらないんですよね、うん、だけどこれ切っちゃうともう外装のパネルだけになっちゃうんで、うん、それであのセクションを補強してる。あ、そうですね、結局13インチって結構タイヤでかくて、はい、これをやんないとタイヤが入んないんですよねそもそもそうだよね、タイヤ絶対のダイヤメーターでかいからね、はいはい、あ、これはあの板金屋さんにやってもらったんです、うん、板金屋というかこれのドライバーにやってもらったんですドライバーさんがミニ屋さんやってまして、ね、そこ板金彼得意で、あ、じゃあもう共同制作、ね、共同制作ですその辺はこの辺も ATL ですか。そうですね、安全タンクで、うん、ATL で、うん、まあ、こがコレクタータンクで、はい、まあ、そっちのポンプでここに組み上げて、でこれここのポンプでエンジンの感じですね、はいはい、タイフレックス使ってしっかりと、うん、はい、